スーパーマリオランド1日。スーパーマリオランド、多分スーパーマリオランドっていう普通のそのマリオのゲームがあったんで、それのなんかリメイク作。まあ、リメイク作考えると、人間の作るコースは大体予想ができる。そんなに難しい感じじゃなくて、普通にそのアイテムとかいっぱいあって、で敵があんまりいない感じなんだけど、じゃ、だとしたら、もう無理やん。もう、俺が負ける。理由をどんどんつけてるような感じ。じゃあ、ちょっと待って、あ、なんか、生き残った感じなんで、ちょっと、あいつ、なんだ、なんか、近くにいるけど、ダメか？ダメか？ダメなのか？なんなんだ？ダメじゃん！あっちゃん！ちょ、じゃあ、取っちゃって、スターか、微妙いな。スターか、微妙くないでしょ！一野さん、ほら、こういうの、ほら、もう、マリオ絶対有利やん、こんなん。ずっと泳いでいきますよ。これでいきますわ。あ、お前そっちで行く。どうなんだ。そっちのパターンも確かにあったね。押さないで！あ、君そっちで行く。君そっちで行く。僕そっちから行きますよ。どうなんだろう。あ、ドンマイ！ドンマイなんだけど、これ、知らねえ。相手の3番。3番、どう？黄色無理。黄色無理。つまりこっち。やっぱせっかく黄色ダメですよ。見えなかったんかな。とりあえず、ブー！アイテム取りたいところなんだけど、一回、必要か。いや、じゃあ、絶対あいつは来ると思うから、これアイテム取るわ。あぶれ！まあ、1個目。そして、青が来る前に、そうだね、早めに決めときたい。この3人でやれば、まあ、3分の1、まあ、2個目来るんか、あいつ。じゃあ、取るわ。これちょっと何でも全然害悪じゃない。で、そろそろ、もう一回多分こいつ出すと思うけど、もういいや、もう行っちゃうわ。どうしろってんだよ、こんな。だからやなの。しかも、多分俺がフラワーを奪ったことによって、青は俺にヘイト向ってると思うから、絶対こいつ何が何でも俺のこと邪魔してくると思うんで、勝利よりも。なので、まあ、これ一回も、そうだね、降りることしか、別に降りたところでって感じだよな。あそこピンクいたらもう無理なんだけど。どうするどうすることもできない。どうする、始まった。そう、始まったよ。始まった。何これ、合体しちゃったよ。気持ち悪い。どこに需要があるの、こいつの合体。君どうする。あ、一回そっち行く。じゃあちょっとゴールキーパー、頭痛い。ちょっと一回酸素を供給して、よし、頭良くなかった。よっけ。ちょっとさっき、お前さ、お前キーパー良くなったんで大丈夫か、キーパーしとけよ、マジで。頼むぞ。ちょ、これ、危ない。危ねえ、マジで。今の本当に良かった。ピンクはキーパーとして優秀なんで、ちょっと攻めてもいいかもしんない。じゃあちょっと、お前ちょっと頼むぜ、キーパー、マジで。もう、どうすりゃいいの、また合体しちゃったよ。どうすりゃいいの、俺、どうすりゃいいのこれ。どうしようもない。もう赤隊の人も困っちゃう。もう、でもちょっとこいつらちょっと遊んで、そうだね。まあ、俺はもうずっと本気でやってきたので、こいつらちょっと遊んでる感じがある。もうね、時間だったら結構遊ぶやつ多いんですよ。いけんじゃねえか、いけ。くそ、やじみ。いや、でも、こいつね、結構隙がある。ちょっと飽きてますね、こいつ。まあ、わかるわ、このゲーム。飽きるわね、このゲーム。飽きてる感じなんで、まあ、じゃ、一定の、間合いを開けながら、行けば、いつか勝利は見えてくると思うので、まあ、ここでちょっと一回、全然大丈夫。僕には間を繋ぐ、スキルがあるので、もう少し待ってみましょうか。めっちゃあいつ、嫌われてるんじゃ、すげえファイヤー撃たれてるけど、すげえ嫌われてるよ。まあ、そうだよね、ありがとう。ただ、お前らもそこにいると、ちょっと、同じ罪になるんだけど、あいつらなんかまだフラワー割ってるぞ。なんなんだ、フラワー摂取したかったって感じかな。これ踏まれちゃうね。踏まれちゃうけど、ただ正直か、いけないか、ダメか、今踏んだか、マジで。ちょっとじゃあ、キーパー頼むぜ。俺一応言っときますね、マリオです。サンキューなんだけど、サンキューなのか、これは果たして。の前さ、貸すってよく言われない、君。貸すって言われるよ。あの、言っとくわ。言っちゃう、お前、貸すって言われてるよ、お前。こい。で、待って、あいつらがなんか来ないのは何なん？あいつら来ない、負けま、なんか、来てるやん。なんでお前。あー、そっち、また始まるよ、じゃあ。70秒。大丈夫？ 70 秒しかない。そして、多分この手のコースは、多分この先に行ったらイギーとか多分いると思うんだよ。それについてどう思いますか、あなた。それについてどう思う？それについてどう思うか、議論しない？どう思う？それについて。どう思うよ。でも、なんか、キーパーでなくなってきたから、ちょっと、試合が動いて、確かにこれは楽しいかもしんない。ちょっと、もう攻めるか、正直40秒しかないもんね。
それ一番ないからな、お前そこにいんの。それ一番ないから、それダメだね。そこにいんのもよくない。まあでも、それわかる。そういう気持ちわかるけど、ルイージ正直、そこ、ガチどいてくんだけど、困る。困る、こいつマジで。ちょっと、それ、やめてくんない、それ。無理だから。無理だから、それ。無理だろ、それ。無理なのだから、それ。ちょっと、こいつ、奪う気ないし、こっち、外役。あ、これ外役だ。これ外役ですね。これは外役。ちょ、正直もう開けてもらって。入れよ。多分おそらくまだ入るっしょ。え、嘘。ちょっと、負けて、えぇー4章。4章？工場のセキュリティ。よくわからないコース。4章、僕は1章、2章、3章やっていない。そして何章あるかが、このコースだけど、何章作ってるかさえもわからない。ただ、これ結構面白いコース！なんでそれいけんの？僕も行けた。やっぱ僕にできてみんなにできない。そんなんないっすよ、ない！ルイ、なんでお前先行ってんの？マジか！絶対死んだと思ったんだけど、今日ないんでいけなかったんだ、ピンクです。今まで絶対運で行っちゃったから、困る。あ、なるほど。パワーブロック、落とそうぜ。青が来てない。今がチャンスです。そこにいたら絶対パワーブロック落ちてこないからね。ダメだ、彼ら！こういう時殺さなきゃいけない。さすがにわからないか、ダメか。ちょっともう殺し始めた、始めちゃったし。これは、あれだよね、れっきとした外役プレイ。僕は全然これ、ブロック対象になっちゃいますからね、これは。もうゲームが破綻しちゃう。煽りとか、さっきの気にしないでとか、正直どうでもいいんだよ。マジでどうでもいいの。マジでどうでもいいの。ただ、こういうゲームが破綻してしまう。まあ、俺が普通に、あれか、これはまだ、ブロックにはまだならないか、俺があっちに連れていけばいいもんね。ちょっと、こっち来い。あ、今チャンスか。なるほど、これを待ってなんか、あんまりいい策とも思えないけどな、正直。こっち来いよ。また、なっちゃうよ。これ、パクは確かに怖いね。敵だけこっち行って、ナイス。やっと来た。怖いの、怖い。ナイス。で、あ、違う、そう、右だ。ごめん、パクラ、あいつが持ってるけどだ。きつい。待って、P1 が、P1 来るまで、自信棒。あいつが持つ。カモン。そうなの、カモンで僕の勝ちなの。あぶねえ。一の鳥で、ブンブンの、ブンブン、過去バイトの鳥で。バイトの意味はよくわからないけど、まあ、バイトの意味はわからないけど、そのバイトの意味はよくわからない。ルイジェス、とりあえず、2番、中間で、ガチで意味ないから、そこの中間、むしろ取らない方がいいまである。ルイジェス、なんてことが起こってしまった、最悪のタイミング、ちょっと邪魔。このカロンがすごい怖くて、取る、ないやん。怖えよな、これ。ピンクはおそらく何もなれない。絶対、断言する。お前何にもなれないぞ、絶対。これ上に行って、左行って、やっと青から離れられたんで、いけ、あ、無理か。でも、そんなに別に差は離れてるわけではないのかもな。これ右でいいのか、わかんない。どっちでもいいんか、こいつに。はい、中間取って、あ、さすがに取るか。もう、しかもこいつ2連勝、3連勝してるやつだ、3連勝してるやつなんで、さすがに負けられない。俺が、連勝が、お前より先に、俺が先に10連勝するんだ。お前じゃない、俺だよ、俺。はい、こっち。まだよ、邪魔。いっちゃ、仕方ないで、マリオの消え方、あれ、ダメージ食らったんじゃん、わかんないけど、ダメージ食らったっぽい、死に方だったけど、右下よりは、いや、行ったんか、じゃあ、右下行くってことは、またもう一回上に上がるみたいなコースなんかな。だとしたら、すごい長くなりそう。いや、ボス行ったか、うわ、マジ、お前、さすが、いろいろ言ったけど、お前は3連勝するべき人間だ。俺の代わりに10連勝してくれ、素晴らしい、人間性を、すべて負けてる、俺は。お前は10連勝行くべき人間だよ。俺はいけない。いいよ。なんかあまりにも優しいものを見すぎて、すごい優しくて、なんかどこまでも心地いい気分になっちゃって、それ奪う人なんていないだろうと思っちゃった。